綺麗。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、リンゴルフアレンジマッチプレー対決、イエーイ、ありがとうございますまあこの前の動画で、2人の練習の様子を見ていただいたかと思うんですけど、伊藤環奈選手と、はい、中谷鈴音選手です。はい、で、まあ、2人には特別なルールで9ホールマッチプレー対決なんですけど、勝者には5万円の賞金が与えられます。敗者は0円です。シビアな世界だね。シビアですね、はい、で今回賞金を提供してくださるのは東京都足立区にある広鹿クリニック様です。ご提供ありがとうございます。ありがとうございます。それでは対決ルールを読み上げたいと思います。勝負は9ホールマッチプレーです。勝ちホールのスコアによってポイントがゲットされます。ボギー以上は0ポイント、パーは1ポイント、バーディー2ポイント、イーグル5ポイント、アルバトロスホールインワンは10ポイントです。で最終ホールのポイントはダブルアップになってます。9ホールの合計ポイントで勝敗を決する、オケパッドあり、お先になしの対決になってます。勝ったら5万円、負けたら0円。伊藤環奈選手と中谷鈴音選手、よろしくお願いします。はい、頑張るぞじゃあ、オーナーはじゃんけん。じゃんけん、はい、じゃあ片方、はい、あれすごい最初はグーじゃんけん、はい、あ最初ではい、いきます。お願いします。はい、今回はグレンオークスカントリークラブでアウトですね、はい、1番ホールパー4からです。はい、ナナちゃんは本当に性格っていうか、なんてとこに打つっていう感じで、アプローチパターンも上手いんで、もう私もアプローチパター頑張って、ちょっとでも勝機があればいいなって思います。頑張ります。ありがとうございます。スネッチも言ってましたけど、結構似てるんですよ。飛ばないけど、そのある程度あんま曲げずに、でショートゲームとかパターを頑張ってスコア作っていくみたいな。同じプレースタイルだからこそ、やっぱりちょっと負けたくないですよね。勝ちます、頑張ります。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと思ったより左ラフ、左にラフかな、うん、いちいち、よろしくお願いします。お願いします。しますそう、はい、ありがとうございます。今回は鈴音っちが環奈ちゃんを誘ってくれた感じですけど、はい、結構普段練習とかも一緒にされるんですか？そうですね、うんうん、ラウンドとかもなんだかんだ月1には合ってるよね。そうですね、もっとかな、会うときはもっとトレーニングとかも、ね、やったり過酷なの乗り越えました。ねえ、クラスを共にしたスネッチ。バチバチなんだよ。バチバチなんだよ。ちゃんとじゃあ。5万円がかかると。そうですね、もらっても返してもらって。そうかな。この辺に来たけど、でも彼女は多分行ってくると思うんですよね。あいつある。どっちだろう。逆にかなちゃん、ジャイナちょうど良かったです。うん、そうだね、いや、バンカー入ったかもしれない。今まで100
102ヤードですね。これが左からフォローピッチングで打っていきます。ミスですね。いやこれは厳しい。残りが63ヤード、 64? 多分下り傾斜に当たって結構飛びました。私多分今年一番飛んだドライバーです。本当にこんなところまで来たことないですよ。ミスショットですね。ちょっとこのライだと抜いていくのは難しいのでピッチングで転がしていきます。下りがすごい、うん、難しかったです。難しいところにピンがありますね。ラウンドがうねってる。めちゃうまくいった方だと思います、ね。うん、すごい、なんか自分で言うのも右に左に行ってピタッと。スパです。1ポイント幸先の1ポイント、コツコツ、はい、ちょっと2打目ミスしちゃいましたけど、なんかいいパターンがあって帳消しできてよかったです。悔しい。結構狭いんですよね。ね、やばいよね。勝全然わかんない。大丈夫、大丈夫、うん、175ヤードで、ちょっとアゲンスト。じゃあ3番ウッドでいきます。普段だと5か、まあ、ユーティリティとかなんですけど、ちょっと今日寒いんで、なんかやっぱりちょっとこのドライバーもそうですけど飛んでなさそうなんで、ちょっと上げます。バンカー？バンカーっぽいよね。ちょっとバンカーっぽいですね。ギリギリバンカー入ってなかった。153ヤードの、まあ、気温が寒いのとアゲンストなんで、バンってちょっと短く持って同じのクラブで打っています。
真っ赤いちゃいました。めっちゃ寒い。寒い。寒いしかない。なんかさ、それいいよねこれ。うまい。おお、ナイスです。いやでもびっくりしたよ。ちょっとあのもう一回バンカーかなとかちょっと一瞬思った。いやでも実用にフライングとかもナイスです。めちゃくちゃ埋まってます。うん、埋まっちゃってます。ちょっとこれはアンラッキー。いやでもちょっと今の状況からだったらめっちゃうまいと思います。めっちゃ下ってるしね。ナイス。ナイスです。ナイスパー。ちょっとこれはめっちゃかけられたかな。さすがやっぱこうなんですよ。スズネッチはめちゃめちゃパターが上手。いやいやいや。でも入れる。今日なんかこんな感じ遅いね。パオ、ね、頑張る。もう寒いし。2ポイント来るかな。これで1対1点。そうですね、取り戻して。ちょっと長めのパー4。なんか距離以上に長く感じる方ですね。うん、なんかあんまね、平らに見えるのにさ、うん、うん、珍しい。いやいやいや、やるんですよ。いやでも、なりやすいですよね。こう寒いと体止まりやすいんで、体止まると手だけふやって返ってとか、あるよね。ちょっと私は人の振り見て体を動かす。まあ微妙。左のラフ。変な位置だけど、ちょっと頑張りましょう。頑張りましょう。なんかさ、こう体で打っていくのもさ、普段みたいにさ、やっぱ手の感じも使えないから、今日さ、ね、なんかさ、難しいよ、難しいよね。今年1、2の寒さ。いや、本当に寒い。3月でしたよね、今日。そう。ずっと暖かかったのに、今日戻っちゃった。これでちょっと左に巻いちゃったんで、だいぶ距離残ってあれ、なくなってんすか、花道が。なくなってますね、多分。なんだったっけ、すごい。今まで撮かなって思うんで、7番屋でちょっとレイアップして別に3段目を頑張りたいと思います。190ヤードで3番ウッド持ってます。
ちょっとキーキーになりますけど、ちょっと左側からうまくいけたらなと思います。バンカー、多分左のバンカー、まあ、右に曲がってきてくれればと思ったんですけど、まあ、風もちょっとピン見る限り、あ、確かにこう吹いてそうなんで、うんうん、まあ、やっぱ逆らって打つのちょっと難しかったですね。右からアゲンストなんで、もう寒いから大きいから打ちます8番でちょっと短く持ってフルショットで、ナイスですミラクルちょっとばっかりだよ今日は神様もついてるかもしれないめっちゃいいとこだった。いや、自分のことはやりきりましたいいとこついててほしい。あー、惜しい。ナイス。ありがとうございます。あ、逆転。ナイスパワー。ありがとうございます。神様が助けてくれましたね。めっちゃ助けてくれたんで。ラッキーです。でもゴルフ、それでもパーなんですよね。なんか。うん。綺麗なパワー。それもパーって。頑張ろう。まあ、どうですか、あの今あの中谷選手が2ポイント、はい、伊藤選手が1ポイント。いや、初めに1点取れて幸先いいと思いましたけど、もう早くも逆転されちゃったんでちょっとこれから頑張ります。ちょっとラッキーをいただいたんでいやチャンスもね、さっきみたいにパター入れなきゃチャンスも生かせないわけだから、全然それはスズメッチの実力ちょっと勝ちます。でも本当なんかこう取って取られてで、まあ、グリーン上もどっちが入れるか入れないかって感じだから、見てる側としてはすごい面白いですどっちなんだろうな最後みたいな。マイボール勝負がつきましたもんね、一から三は。うんうんうん、そう、でもドキドキしました。パターン緊張感ということで、はい、4番ホール気合い入れてきます。はい、お願いします